自民党安倍派の政治資金パーティー裏金事件で安倍派からキックバックを受けていた栃木選挙区選出の参議院議員で元首相補佐官の上野道子氏が自身が代表の自民党の支部に合わせて740万円を寄付し所得税の一部控除を受けていたことが今日、上野氏の事務所への取材で分かりました上野氏の事務所によりますと 上野氏は2020年自民党栃木県参議院選挙区第一支部に合わせて13回740万円を寄付し税控除の手続きをしていましたキックバックを受けた分は寄付していないとしていて事務所は法律上は問題がないものの道義的観点から今後は差し控えるとしていますこの支部は年年から22年に、 安倍派からキックバックを受けた合わせて188万円を政治資金収支報告書に記載していなかったとして今年一1月末に報告書を訂正していてこのうち20年分は100万円でした。